左手赤番、残り2周を過ぎます。3番の寺沼拓磨の正攻法変わらず、2番の山崎にまだ動きありませんが、1コーナーでじわりと進出を開始していきました。3番の寺沼も合わせまして、さあ2番の山崎と3番の寺沼踏み合います。残り1周半、3番の寺沼がインコースから、2番の山崎は外に若干浮きまして、7番の尾根との外並走ですが、7番の尾根が冷静にさばいていきます。5番の岩橋まで出て、2番の山崎は交代、内目から1番の松江金一が切り替えて4番手確保か。残り1周の攻防、先頭3番の寺沼、番手は7番の尾谷文信、守り抜いて5番の岩橋、2番の山崎再び追い上げて1番の松江との4番手並走です。先頭最強ライン3番の寺沼拓磨、追走に7番の尾谷文信と5番の岩橋のりやき、埼玉勢が迫ってきましたが、再び振り切った3番寺沼拓磨、ゴールイン。2着7番の尾谷、